すいません、先ほどの、まあ、いろいろな地方の声聞かれたと思うんですけど、一番やっぱりその財源っていうところでですね、その末端でこう説明する、まあ、支持者の方はですね、ちょっと歯切れが悪くなっているようなんですが、このあたりをですね、もう少し具体的なそのどこを削るんだというような話は、この選挙期間通じてですね、あの何か出てくる可能性はあるのかどうなのか。具体的にその財源をどういうふうに確保するかというのはマニフェストの中に書いてあります。そのうちの約9兆円を予算の議題で行うということにして、その打ち合わせも書いてありますので、もうこれだけ書けば十分じゃないかと思います。まあ、あとは政権交代して現実に優先順位をつけて、優先順位低いものからやめていくと、まあ、そういう判断をすることになります。はい、じゃあ。消費者の方、切符なのに関連してですね、関心が高いということで、特にその自民党のマニフェストを企画した上でも、関心が高い分野ですよね。そういうふうに、自分たちはどこに関心を向けているかというのは、どういうふうに感じておられますか。お願いできますか。まあ、民主党のマニフェストは、4年間の期限内のことにでやることについて財源も示して明確に示しているということが、まあ、自民党とは全く違う。先ほども申し上げましたが、10年後とか次の次からとか、まあ、そういう自民党の、まあ、私はマニフェストではないと思いますけれども、まあ、それとの比較で民主党が評価されているというふうに思います。具体的なその政策でいうと、やはりいかに無駄遣いをやめて財源を出すかと、予算の組み替えの話、それから官邸主導といいますか、政治主導の話、それから生活に関わることですね、特に子育て、年金といった、まあ、そういったところに非常に関心が高いというふうに感じています。はい、どうぞ。そのマネージャーの中で、今日も東京で知事の方々と連絡させていただいて、地方の現実で、地方の現実とかになってますけども、このマニフェストの中で、地方人生に関しては、民主党としては自民党で一番どういう場所があるか。それは視点の違いですね。つまり、我々は住民視点で、この文献の問題を考えているわけです。ですから、まあ、地方文献といいますが、住民自治といった方がいいかもしれません。ですから住民に最も近いところにある基礎自治体、つまり町村になるべく権限財源を移すと、町村でできないことをこう、まあ、県内州がやると、そしてそれでもできないことを国がやると、そういう補完性の原則になっています。理由で言うですね、うん、まあ自民党の方は国の権限を受け皿として州設州をことですから、これ住民から見たら国であると修正だろうと、遠くで物事を決まるということはあまり変わりませんので、まあ、そういう意味ではそういう物事の考え方の起点というか視点というか、まあ、そういうものが全く違うということです。点検ですけども、財源にも当てる可能性があると思うんですが、今現在の補正の執行停止についてですが、これはやはり速やかに臨時国会でやるという考え方、そしてまたその国家戦略とですね、女性差し替えの公的な位置づけについて議論してくるんだと思うんですが、そういったところについては、なるべく早く国会に対応していると思います。まあ、そういう意味では補正をどうするかということは、何か決めたということはありません。まあ、これもいろいろ例によって、新聞などに様々な記事が出ますが、何か決めたということはありません。しかし、まあ、補正の中には、まあ、国営漫画喫茶じゃありませんが、明らかに必要性が乏しいものとか、それから基金を作って3年4年かけて使っていくというものもあります。まあ、そういうものの中で必要がないというものについては、まあ、凍結をして、今後の財源として活用していくと、まあ、そういう考え方は基本的に持っています。具体的なことはまだ決めておりません。